ちは。こんにちは。こんにちは。聞きたいことはいっぱいあって、はい、野球の知識は豊富にあると思うんですね。あ、そうですか。で、いろんな選手を見てきたと思うんですよね。はいはい、そうですね。まあカープ戦を中心に見てると、他の5球団も見ることができる、うん、っていうことからですかね。まあ憎たらしい選手もいたでしょ。中にはこいつ広島だけしか打たない。いや、広島だけというか、そうですね。嫌いだった人たちはやっぱりいますよね。なるほどとか思ったでしょ。カープの選手はさん付け、くん付けでも、はい、他のチームは呼び捨てだったでしょ。いや、それはもうテレビの向こうの方々は全員呼び捨てだと思いますよね。それはでも広島の選手はどうだった。あ、いやいや、それはもう広島の選手に対しても今はね、こうやって出役として喋ることがあるんで、うん、何々選手とかいろいろ言ってますけど、それはもうテレビのこっち側だけの時はお前打ってやーって。あ、そうなの。お前どこ何よるんやーみたいな。そこは広島弁でいく。それはもう今でもそうですよ。家でテレビ見てるときは、うん、同じとこ投げさすなよ、相沢って。なぜか相沢怒ったみたいな。なるほど。なりますよ、ね、それはそうなりますよ。なるほど。はあ、まあ、そんな中でこのチャンネルっていうのはもう恒例になってるんだけど、はい、ベストナインを決めてもベストナイン、はい、ね、はい、小学校の頃から、はい、今まで、はい、今までで、いいですから小学校の頃、じゃあ僕が小学校ベストナイン優勝をした時から今までですか。うん、だからまあかれこれ40年間の歴史の中を振り返ってくれて、はい、ベストナインを決める。なるほど。それはカープのというかプロ野球界のっていうことね。プロ野球界のが聞きたいね、うん、自分の頭の中にも記憶として残ってる、はい、ベストナイン、はい、わかりました。はい、はい、ピッチャー、ピッチャーですか。ピッチャーはこちらの野茂英雄だと思うんですよ。野茂さん。野茂さん、パリーグいきなり来たね。やっぱりもう俺セリーグしか出てこないかなと思ったら、いや、あ、そうですか。見てますかって聞こうと思ったんですね。いや、見てます。それはプロ野球ニュースをいつも見てるんですよ。確かに確かに。今も ありがとうございます。毎日見て、本当に今自分の中で一番録画して見ている番組プロ野球ニュースなんです。おスタッフ聞いてるか。いや、これ本当にいつ私が呼ばれてあそこで解説をしてもいいようにちゃんと見ております。ワンちゃん呼ばれたいと思ってる。まあ、ピッチャーは本当野茂英雄さんですね。だからどういう印象が。やはり日本球界もそうなんですけど、日本球界から出てメジャーリーグでのノーヒットノーラン2回だったりとか、全てのパイオニアですよね、メジャーに行った時の。やっぱあの姿は印象残ってますね。一人で行かれた時のドジャースでのノーヒットノーランをやって、で松井秀喜がメジャー1年目の時にその影に隠れてじゃないですけど、その裏側でレッドソックスでノーヒットノーランをやるんですよ。俺はここにいるんだぞみたいな、松井言うなみたいなノーヒットノーランをやる、あの感じはやっぱりすごかったですね。で、なんか昔トンネルズの石橋さんとかともよくお話ししてる時に、よく食った一人にやっぱり野茂さんの名前を言われていて、野茂さんがなんか試合終わって、今日あれなんでってお食事をタカさんが誘って、で、じゃあ寿司食うからおいでよって言って、来る間にもうカウンターに寿司をずわーっと100貫ぐらい作ってます。全部食ったって言いますもん。片っ端からもうフォークの握りで食って、フォークの握りでね、これはネタかもしれないですけど、3貫ぐらいいったんじゃないかみたいな、こう全部食ったみたいな、そういう退職感、それもプロだなみたいな。やっぱ食べるからね、野球だと思いますね。で、私はだからピッチャーの野茂さんですね。はい、キャッチャー。キャッチャーですか。古田さんですかね。これね、はい、古田はまだ出てないんですけど、谷繁出てくれてるんですよ。ああ、そう。谷繁結構チェックしてるんですよ。ああ、そうですか。いや、それはいいんですけど。まあ、広島ね、神戸川高校とはいえ、広島出身の方なんでね。でね、ある人が、はい、やっぱ古田って言ったんですよ。はい。そしたら、プロ野球ニュースで会った谷繁が、僕に、古田さんなんですねとか言って、ボーボー言ってましたよ。ああ、そうですか。まあまあいいです。それはもう、はい、口情報としてね。ああ、うん、でもまあ、辞典は谷繁。時点は谷繁さんですよ。そのもちろん古田谷繁って、はい、もう頭にポンと浮かんだでしょ。はい、ここのちょっと頭飛び抜けた、一つ飛び抜けた古田の違いって、はい、谷繁との違いって印象的には何があるんですか。
やっぱり打つっていうことじゃないですかね。まあ、首位打者も取ってるし、ね、はい、打つということだと思うんですよね。まあ、お互いに千本も打ってるし、ね、はい、キャッチャーとして。そうですね。谷繁さんの場合は最初言っていた根付き賞のやっぱり一人に入るんですよ。カープ戦めちゃめちゃ打つじゃないですか。笹岡さんから当時めちゃめちゃ打ってましたよね。そういうのでなんで広島戦だけ打つんやっていうのをよく言ってましたね。やっぱ空気が合うんでしょうね、広島って。そうですね。広島行った時にお前らもうチーム勝ち負け関係ないよなんで笹岡から打つんやみたいなことをよく言ってましたね。確かに、はい、確かにね、市民球場でね、あいつが活躍したっていうのはよく覚えてます僕。そうですよね、やっぱり合わないの中で合う球場なんでしょうね。でも古田さん、そうっすね、やっぱ首位打者は、まあ、総合的に見てですね、はい、キャッチャーとしても総平均かもわかんないけど、はい、でやっぱりちょうどヤクルトの1位4位1位4位のあの時代も古田さんだったじゃないですか。やっぱり優勝のイメージもやっぱりちょっとあるんで、で谷繁さんのちょっと優勝のイメージっていうのが、まあ、98年に優勝して、あの1回きりですよね。いや、で中日で結構優勝してます。あ、そうか、はい、ノーヒットノーラン4回やらしてノーヒットノーラン4回ですか。4回やらしてます。川上憲伸、山本昌、はいはい、山井、はい、で日本シリーズの、あの日本シリーズ完全試合、はいはい、あのリレーして、はい、そうか、まあいいっす、いいっす。ちょっと今また検討してますね、再検討いやいや、これまた古田も来るかもわかんないからね。そうっすね、あ、そういうことですね。いや、なるほど、まあ、好みですからね。谷繁さん、すみませんでした、はいはい、ファースト、はい、ファーストですか、はい、数ある中から、うーん、大勢いますからね。そうですね、清原和博さん、やっぱりその4番が本当に似合ってた男ですよね。そうですね、くしくも僕同級生なんですよね、はいはいはい、同級生であって、で小学校のリトルリーグ、僕も広島のリトルリーグ行って、その時に噂を聞いてましたから、小学校のリトルリーグの時に、広島で、広島の広島まで噂が聞いてたの、清原じゃっつって、すごいのがおる、すごいのがおるっつって、んで結局そことは試合はしなかったんですけど、豊中リトルとかセッツとかっていう他のリトルリーグでやった時に、もう広島のまだちょっと強い方、4チームぐらいしかなかったんですけど、で行って、そこでもやっぱり10対1とか15対2ぐらいで負けるような大阪のレベルの高さ、その中でも岸和田リトルの清原という名前がもう小学校の頃から鮮明にあって、でリトルリーグのその時の出場チームと選手名簿みたいなのが、図鑑みたいな感じですよ、載ってますもん、ちゃんと。それ清原に実際に会ったのも、はい、こう姿形を見たのはいつだった、はいはい、ジャイアンツに入ってからですか。いや、あの、だから高校の時、ああ高校の時、あ、違います、あ、PL で1年で出てきたじゃない。はい、それはもうテレビでしか見てない、うん、だからテレビで見たのは、はい、テレビで見ました、姿も、もう、いや、で清原という、その名前と人物が一致したわけでしょ、その時一致しました、一致して、こいつかと思った時に、いや、あの小学校の時にも、あそこにおるんだって、ちょっとでかいのが、あ、そこには合ってるんだ、合ってるんです、甲子園球場で入場式やってたんで、あ、はい、で、あれが PL に入ってた時に、もう同級生とかじゃないですよね、もう高校野球に出る人たちは、今はもうようやく変わりましたけど、30歳ぐらいまでは全員年上に見えて仕方なかったですもんね。だからやっぱりあの PL の頃の清原和博とか、そのまま西武に入ってって言って、いや、もう考えられなかったですよね。はい、もうなんか雲の上というか、はい、異次元の世界だった、はい、でジャイアンツ行かれて、たまたまちょっとそういうスポーツの仕事で青島とかのキャンプ行くことがあったりして、で清原さんともお話をさせていただいたり、2000本安打の時も行ったりしてたんですけど、そしたらやっぱいじってくるのがすごいじゃないですか、もう尋常じゃないガキ大将だったんではい、で普通に、なんかアップしてる巨人の選手がバーッとおられるところで、その後中日にも行かれたのかな、小田というキャッチャーが僕のところまで来て、頭を一発バーンと叩くんですよ、はい、いたっつったら、清原さんにやるって言われましたって言って、そんな笑ってるみたいな、そういういたずら、まあ、いたずらっ子ですよね、
茶目気ありますもんね。過ぎなかったですね。で宿舎とかもちょっとじゃあちょっと宿舎まで行こうやっつって行ったらもう部屋の中に50インチぐらいのテレビが置いてあるんですよ、うん、これどういうことっすかって言ったら山田電機で買うてきたわキャンプだからっつっていやそれだけのために買うと、いや買うか、そうなの、買ったりする。キャンプ用のテレビ買って、キャンプ用のテレビを買って、キャンプ用のゲーム機械もいろいろ買ったりとか、どうするんですかね最後終わって。いやどう誰かにあげるか、誰かにあげるとか、知り合いその地元の知り合いにあげるとか。ココナッツの匂いがするんですよ部屋の中、はい。すごいですねってハワイをイメージにした匂い。ココナッツの匂い。いやいやまあ。なんかこうオアシスにしたい、ね、その期間、まあ、そういう感じの選手でしたから豪快ですね。豪快でしたね。じゃあファーストは清原と、はい、セカンド、セカンドですか。やっぱりもう菊池涼介でしょう。俺のポジション知ってる。はい、もう分かってます。はい、もう豊さんはそうです。鮮明に覚えてるのがやっぱり記憶が曖昧になっちゃってもうあなた、まあ、菊池ね、そう菊池の魅力はやっぱ守備、守備じゃないですかね。まあね、今年本人がねポスティングでメジャー行きたいみたいなことを言われてるみたいですけど、どうかわかんないですけど、まあ行ってほしい選手の一人ですよね。またやっぱバッティングは意外性がありますよね、勝負強さと。そうですね、ここでこのホームラン打つっていうのが、あれがジャイアンツがおかしくなったきっかけですから。3年ぐらい前に沢村から打った、ああありましたね、スナートランナーなしから、はい、同点ホームラン、はい、あのレフトの、そうあれからジャイアンツが苦手になったっていう、広島に対して。あれ僕菊池選手ともちょっとこういろいろ仲良くさせてもらってる部分があって、自主トレとかも参加したりしてるんですけど、実は、まあ、右投げ右打ちなんですけど、サッカーって左利きなんですよ。足が左利きなんですよ。結局じゃあバッターやってる時によく考えたら、右利きだったらやっぱりこう右足軸じゃないですか、うん、左利きなんで左足軸の、だからあのこういう打ち方で、はいはいはい、よく打ちますよね、はい、こねるような感じで、ね、こねたのが入るみたいなのがあるじゃないですか、はいはいはい、あれってやっぱり左足が軸になってたり、やっぱ壁になってるんですよちゃんと、なんですよね。それを聞いた時にああと思うような打ち方が何個も浮かんできて、だからあのね、まあ、右投げ左打ちの方のあの、うん、ではなく右打ち右投げでもあの壁のなんかへんちくりんな引っ掛け方みたいなのも入っちゃうのが、壁がしっかりしてるから、はい、前の壁が崩れないんですよね。そうなんですよね、だからちょっと少々突っ込みながらでもと、突っ込んだ方が多分打てるんだ、逆に言えば。だからまあポイント前で捉えようとするんです、あいつ。これで分かりました。そうです、今のヒントが、ああもうまさにですか。ありました。だから指導がちょっと早めで、もうほんと少々クソボールでも振りに行くじゃないですか。そうだから膝の使い方とかうまいんですよ、左の。よし、この動画が流れる前にお前ちょっと左足利き足かってちょっと言ってみよう、ボケてはい、なんで知ってるんですかいやお前の打ち方見てるとみたいな、ね、はい、それでなんで左足がでキックするのかっつったら、うん、お兄さんが左投げでキャッチボールをして、でサッカーも左で蹴ってたのをなぜか左足で蹴るのだけ見て、ああそれになったっつって。俺は左足で蹴るんです。え、右投げ左で、あだから右足がね崩れる時ある。なるほど。ああだからそればっかり気をつけてたんです、この壁が崩れないのと逃げないのと。はあ、それはあると思いますよ、利き足っていうのですよね。こういう話大好き、大好きです。技術論なんか、あそれでって、だからね、選手おのおのでもやっぱり生活してきた環境が全く違ったりするから、これだから、いやだから面白いです、その発想は面白い。右投げ左打ちの人が、無理やり左をね、はい、感覚を鍛えるために、はい、箸を左に持って食べるっていうのは、はい、どっかに通ずるものがありますよね。そうですね、左足利き足っていうのとかね、だから、まあ、珍しいのでもこう左投げで右打ちの方とかもいるじゃないですか。いる。でもこれもなんかすごい損してる感じがしますよね。
左投げで身内ってまあ、ただゴルフはなんかその方がいいっていう、ああ、ね、そうですね、左投げで身内、まあ、野球はちょっと損かもわからないけど、でもそういうのはなんかだから前田智則さんも右投げ左打ちだけど、はいはいはい、ゴルフは右、そうですですもんね、僕両方できるんです、かっこいい、いやかっこよくない、もうどっちつかずでどっちも上手くならないという、いやだから山本さんやれよ、いやそりゃそうでしょう、もう右手しかできませんから、はい、はい、次サード、サード、はい、サードですね、サードはもう洗いで、お兄ちゃん、はい、もう下手かもしれないです、もうそんなもんそのユニフォーム着てるからだろうかもしれないですけど、何も期待されずに駒澤大学からね、いじられるキーワードとして裏口で入ったんじゃないかみたいなことで入ってった新井選手が猛練習、体だけが強いからとにかくこいつを入れてやってくれって言った野村健次郎さんの言葉通り、もう体だけが強いんだったらどれだけ練習させてもって言って叩き上げて叩き上げたね、そして最終的にまあもう3割なんて打ったか打ってない、打ってないですよね、もうでもホームランを取ったから、ホームランは取りましたね、うん、狭い市民球場で、いや狭くてもホームランってなかなか取れないよ、ね、あ、そうですね、ありがとうございます、いやでもね、はい、俺お兄ちゃんは性格的には入れてあげてもいいと思う、いやあれだけ俺、ね、ひたむきな選手もいないと思うし、あれだけ土にまみれた選手もいないんじゃないかと、いや2000本打った人の中の人でね、だから2000本って本当素質で打つもんだというふうに思ってたけど、はい、あいつは体が丈夫で打ったからねっていうような感じの人なの、本当にそうですよね、だけど精神が好き、やっぱり優勝する前に昨年、ね、はい、いや我々の家族がって言った、うん、チームのこと、はい、あのやっぱ精神が俺は大好き、新井の、ありがとうございます、男って感じですね、もうそれはショートに入れても俺は依存ないもん、やったことない、やったことない、まあ、ファーストでもサードでも本来もサードではもうザルのようにね、三遊間東で荒いというので、もうあの辺飛んでったらどっちかがエラーするかみたいな時代がずっとありましたから、もうそれでもやっぱりもうひたむきなあの姿勢っていうのですかね、いや荒いがエラーしたらピッチャーも怒らないよ、次の日にその日受けた倍受けるから、練習するから、はい、そういう形の選手だった、だから 誰にも憎まれず、そうですね、みんなに応援された選手だと、すごいファンに愛されてますね、いやそう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 、やっぱ性格だよね、どんな時間でももう一軒行こうって言ったら必ず行ってくれてましたしね、それ飲み屋でしょ、はい朝明日デーゲームだって言ってもダイスそれは帰れって、それは帰せっつう、人付き合いもいいの、そう、はい、違う、人付き合いは最高に最高だと思いますね、はい、じゃあショート、ショートですね、ショートもういっぱい悩みどころがあるんですけど、夏井一夫、おお、いやいいんじゃないですか、いやいや全然依存はないよ、誰と悩みます、やっぱりね、ちょっと広島の選手も何人か浮かんだりするんですけど、うん、まあやっぱそこは今で言ったらやっぱ坂本の選手もそうですし、宮本慎也という、もうところもあるんですけれど、どうしてもこう足が速いっていうのがバッと入ってくるんですよね、あ意外と足速いとか、はい、守備がこう守備で見せれるとか、それがやっぱり選手好きだよね、来るんですよ、うん、足で魅了できるっていうのが、うん、でやっぱり松井和夫さんの身体能力、ね、身体能力の高さですね、うん、まあ全てにおいて迫力があった選手、そうですね、守備に対しても迫力があったし、走塁もそうだし、うん、まあ、バッティングもスイッチでね、うん、30発待ってるし、ね、それがトリプルスリーってことですもんね、そうそうそうです、うん、だからそうですね、松井和夫選手ですね、なるほど、はい、はい、じゃあ外野手3人、外野手3人のポジション別でいいし、ポジションは関係なく、はい、3人選んでくれる、これね、非常にね、やっぱりこうレジェンドもいろいろいるんですけどね、やっぱり浩二さん1人必ずこれ言っときます、だと2人、まあ、最初に憧れた選手だもんね、これはしょうがないね、いやしょうがないって言うけど実績もすごいけどね、はい、もう思いが違いますよね、やっぱり、そうですね、うん、あと2人入れるのも一郎を入れてしまうともうどうなるかって、もうこうなってしまいますもんね、いやいや5、6人入れてダメですよ、ダメだよじゃあ DH まで入れていいですDH 入れていいですDH まで入れていいですか、DH まで入れて、 DH ですか、はい、じゃあまあ一郎
選手は入りますよね、イチローさんは。これはね、鉄板でみんな入れる。これだってもう入れなかったら殺されるよ、はい、だってそうですよね、まあ、だってそうだね、イチローさん抜きでっていう時もありますもんね、まあ、そうそう、うん、絶対出てくるからね、はい、で、レフトというか、まあそうですね、もう一人、まあでもこれもゴジラを入れると今度柳田が入らなくなるし、前田も入れたいですし、金本っていうのもね、メジャーリーガーをじゃあもうちょっと覗こうかみたいなことにもなっていくから、いやでもそうしたらあれなんですね、広島で固まるみたいなそうかだって前田、もう一人山本浩二さん、はい、もう一つ、はい、まあまあ金本とかそうなってくるんでね、いやでもここはもうあえて僕は金本にします、はいはい、山本浩二さんに金本、はいはい、に一郎と、おはい、いい布陣ですよ、はい、前田と金本の違いって何ですか、やっぱり前田って怪我、あ、はい、天才的だったしね、そうですね、でも金本は丈夫だったでしょ、丈夫だったですね、もうデッドボールまでの強さですよね、前田智則さんもアキレス腱断裂からもう両方切ってくれと、どうせなら両方切ってバランスを合わせてくれなんてなかなか言えないですよね、やっぱ違和感がすごかったんだろうね、でしょうね、でも外野は山本浩二さん、はい、で一郎金本さん、ね、はい、はい、決まりましたけど、山本さんの好みは、はいはい、叩き上げ、はい、足が速い、はい、ひたむきさ、はい、こういうのがそうですね、いやそうなってきますね、基準の中にあるね、はい、でもいい選び方ですか、思いますよ、いろんな方にもじゃあ、はい、ちょっとアーカイブ見て、ちょっと見ておいてください、はい、はいはい、ありがとうございました、ありがとうございます。